はい、どうも久しぶりに始まりました。めぐるチャンネルやりますよ。だいぶ久しぶりになりましたね。僕、昨シーズンちょっとインターネットの調子が悪いとかさ、夏はさ、代表合宿中とかでさ、いろいろできなかったからさ、まあ、結局、こっちにいる時の方が時間が取れるっていう、なんかよくわからない状況なんですけれども、今日のテーマは、まあ、この夏の出来事っていうところで、ちょっと振り返りながら話をしていこうかなっていうところです。今日のゲストが、この3人、じゃあ一番男の年長者から自己紹介して、とりあえず。こんばんは。松木です。それだけ？テンション低っ。さっきと全然違うけど。向こうが女子大です。どっち？私？お願いします。お願いします。まいちゃん。私ですか？いいっすよ、年功序列で。何なの？あれ？なんで？よ。だって、私にカメラ来ないから話せない。言ってる、言ってる、言ってる。来てる？あ、そう。3年目もハンガリー・シェイク・シュヘール・バールでプレイすることになってます。石立です。よろしくお願いします。じゃあ次行きまーす。飛騨高山ブラックブルズギフでハンドボールしてます。田口です。今シーズンで移籍して2シーズン目。消えた。毎週消えた。なんか回線が悪いとかがちょっとね、電波の状況にもよるんですよね。毎回移籍まあしいいや。移籍して2年目なんだけど、まあ後で、まあ、彼女に話してもらいましょう。まあ勝手に入ってくると思うんで。ということで、この夏なんですけど、僕の方が、スペインに移籍しまして、ハンガリーで4シーズンやったんだけれども、スペインに移籍して、スペイン1部リーグのアンヘル・ヒメネス・プエンテ・ヘニル、プエンテ・ヘニルっていうチームに移籍して、今、2週間ぐらい経ったかな、っていうところです。なんていうチームって？アンヘル・ヒメネス。アンヘル・ヒメネスっていうのが企業名で、プエンテヘニルっていうのが、都市の名前。難しすぎて全然わかんないですけどね。なんか短い省略ネームみたいなのないですか？知らん。なんて呼ばれてるかわからん。まあ、正規中フィギュルバルもそうでしょ。は？みたいな。うちらはほら、F か C で通ってるから、普通は。うちらはわかんない。っていうところなんだよね。だから、まあ、スペインは、スペインで面白いんだけど、うちの監督が、オルテガ監督と小さい時からずっと一緒にハンドボールしてきて、ずっと一緒になんかやってたらしくて、バルサとかスペイン代表とかで、ね、なんだっけ、僕が YouTube に上げてる、自分の自己満動画を見て、カルロスに電話して、カルロスをちょっとこのメカルっていう選手、うちに欲しいんだけどっていうところで、呼ばれて、今のチームに入った。で、面白いことに、やっぱりね、トレーニングの考え方とかがカルロスと同じなの。やっぱり、バルサ式っていうの。彼らがバレロ・リベラの下で、バルサの中でトレーニングやってた。ランニングとか、ランニングの設定の仕方、時間とか強度の設定の仕方とか、ウェイトトレーニングの方法なんて、中身はちょいちょい違うんだけど、もう本当に一緒だわけ。攻撃のきっかけとかも、ほとんど一緒だったりする。その、きっかけの番号とかがね。センターポストは10番とか、なんか45度切りは7番とか、ああ、もうこれ、2人一緒やんと思いながら。ね、まあ、やりやすいっちゃやりやすい。ところで。で、スペインって、ちょっと人種差別とかが
結構あるって聞いてて、ああ、どうなんだろうと思ってきたんだけど、もうそんなことなくて、チームメイトもみんないい人だし、チームメイトにはロシア人とセルビア人とモンテネグロ人とスペイン人がいるんだけど、みんないい人だし、結構楽しくやってます。マユユはどうなの ?3 シーズン目。メンバー変わったり、監督変わったりしたでしょ?マユユだいぶ違いますね、今年。今シーズンはかなり変わって、相方のベイちゃんが日本に帰りまして、まだちょっと次の所属はわからないんですけど、で、そこにハンガリー人のサイドが来て、で、フローターが2人、フランス人の、バックプレイヤーと、セルビア人の左利きのバックプレイヤーが来て、あとはブラジル人のピボットが、ポストプレイヤーが来て、そんなもんかな。あとは若い子たちがちょろっと入ってきたんで、だいぶその年齢的な開きがちょっとあって、中間層があんまりいなくてみたいな感じなチームになっています。で、監督は去年の途中、シーズン途中で2月に変わったんですけど、その人がそのまま結局なって、で、今、シーズンというか、プリパレーションが始まって1ヶ月と1週間ぐらい経ちました。って感じです。ちなみに、チーム名もちょっと変わって、スポンサー、大手、一番のスポンサーが変わったんで、アルバ、フェヘルバール、カーツェ、ケイジーラブのクラブになったんで、アルバ・エフ・カーツェっていうチームになりました。何の会社ですか？アルバって、わかんないです。聞いたけど忘れちゃった。でも、うちのオーナーがバスケのチームも持ってるんですけど、そのチームがもともとアルバの、なんか、アルバを冠に持ってたチームで、で、そこがハンドボールとバスケを2つともスポンサー、大手のスポンサーとして入ることになったみたいです。大人の事情はよくわかりません。そういうことね。はい。あ、ごめん、舞ちゃん、切れちゃったの、さっき。あ、すいません、やっぱり。どこまで入ってました？移籍2シーズン目。2年目ですって言った時にはもう聞いてた。あらららん。続けていいよ。あ、続けてですか。なんて言ったっけ、2シーズン目でスケート頑張りますっていう話でした。大丈夫です。まあいいや、じゃあオリンピックの話しよう。オリンピックの話、オリンピック見た？見た、ちょっとだけ見ました。女子男子で基本韓国見ました。ヘリムさんがいたから、メイプルで一緒にプレーしてたヘリムさんがいたから、で、ブルズのみんな結構韓国ナショナルのファンなんですよ、選手がみんな好きで。だからみんなで練習前とか盛り上がって見てました。韓国はどうだったの？あんま良くなかったでしょ？良くないっていうか、若いですよね、まだ。若い人と、まあ、中間ぐらいあるかな、で、大ベテランが2人ぐらい入ってたよね。だからなんかあんまり、なんて言うんですか、数的有利の時とかでもミスしたりとかしとったし、なんか若そうだなみたいなイメージでしたけど、でもやっぱみんな上手でしたよね。まあ、オリンピック、今回のオリンピックはさ、民放なんとかの五輪なんとかみたいな感じで、ネットで見れるようになったじゃね、だいぶ。あれは、日本国民にとってかなり大きかったよね。すごい。
で、アーカイブも見れるわけでしょ。その、録画されたやつも。それはやっぱりかなり大きいよね、影響力としては。だから、その、スポーツにおける、その位置づけ。あの、JCOM も放送したし、解説付きで。これすごいですよね。うん、だから、衛星放送、有料チャンネルがハンドボールを取り上げてやってくれたっていうのは、まあ一つ、ハンドボールをたくさんの人に知ってもらうきっかけにもなったんじゃないかなと。で、結果を見るとさ、デンマークとフランスが決勝、男子はデンマークとフランス決勝やって、デンマークが優勝か。で、女子はフランスが優勝でしょ？ロシア。もう。あ、ロシアが優勝でしょ？ロシアのハンドボール見た？もうそれ見てないんですよ、私。何にも見れてないんですよ、オリンピック。まあね、オリンピックって言ってるけど、こっちはこっちで練習があるから、練習時間物かぶりとかで見ないことが結構あるんだよね。いや、しかも、その、民放のやつ見れないし、ハンガリーで。そうそうそう、日本の、あの、ネット配信のやつは、あの、IP アドレスを国内限定にしてて、で、そう、海外から見れないわけ、NHK の動画とか特に。で、うん。で、日本の人は見てんのに、僕は全然見れないっていう、なんか。私も全然見れなくて、YouTube にアップされるのを待ってる感じです。そうそうそう。で、ロシアのハンドボールは、僕、日本かどっかで見たのかな。あ、ハンガリーにいるときかな。すごくいい、ロシアのハンドボール。いや、その、ブラジル、新しいポスト入ったって言ったじゃないですか。うん。その後、オリンピック行ってて、昨日帰ってきたんですけど、で、なんか聞いたら、ロシアのハンドボールはもうだいぶ変わったって言ってた。ロシアの女子のハンドボールは、絶対見た方がいいと思う。うん。すごい洗練されて、スピーディーで確立されてるって言ってて、でみんなびっくりしてたって。そう、だからロシアの女子が来ると思ってなかったって。そうそうそう、女子のロシの女子のイメージで、うん、で、もともとなかったけど、うん、なんか、すごく綺麗なハンドボールする。綺麗なハンドボールというか、糸が見えるハンドボールをするし、で、なんだっけ、ブルークさんとかとも話したんだけど、やっぱり、女子も高速化が進んでくるし、戦術の多様化、戦術作戦、戦略のあれが出てきて、もう本当に男子に近づいていくし、でも女子の方が見てて分かりやすいわけ。男子は、なんていうの？ちょっと力でどう見たらとかありますもんね。そう、身体能力で。力でごまかされる部分があって、その動きをじっくり見るっていうよりも、速さとか、この形態的な大きさで、うわ、もうこれはもうとんでもねえみたいなプレーがあったりする。でも女子は、そんなことがない。いい具合に、ああ、これがこうなって、こうなって、こうなって、ああ、今のこれが効いてるってのが分かるスピードだし、それでいて、力強くてスピーディーでっていうのがあるから、ロシアの女子は、ぜひ見た方がいいと思う。まあ、まあ、向こう側女子の監督は、見てるとは思うんだけどさ。見てると思う。いや、NHK で全部見れますから。で、男子しか見てない。なんでやねん。女子の監督だろ。女子の監督やろ。もう、男子しか見てない。男子はいっぱい見た。それ自分の趣味じゃないですか。違う、趣味じゃない。成長のために、勉強のために。ん、女子はちょうど今日見ようとしてたの、この後に。はいはい。でもロシアだから、まずロシア見ようと。はいはい。男子はデンマークが勝ったじゃんね。まあフランスもやっぱ良かったんだけど、デンマークが優勝して最終的には、まあ僕もその決勝しか見てなかったわけ。見れなかったから。で、決勝は見てたけど、やっぱ前半半戦が良くて、後半はなんかもうフランスのディフェンスが全然機能しなくなっちゃったんだよね。うん。やっぱり、ハンドボールは最終的に、シュート決めるか、シュート防ぐかっていう話だから、後半はフランスのディフェンスが機能しなくなって、キーパーも当たんなくなったの。オメイヤが当たんなくて変わったの。キーパーも。だから結局、キーパーがセーブ率
35% から 40% 取るチームは強いし、シュート成功率が 70% を超えるチームは絶対強いっていうことになるわけ。で、前半なんか半戦、前半だけで7点ぐらい取ったんじゃないかな。もう止まんなくて、前半、半戦が。でも後半は、ハンセン以外の選手、センターとか右バックの選手がきっちり仕事して、点数ボボボボボンって取っていったんだよね。だから、もう面白いなぁと思って。私的にそれがフランスの誤算だったと思うんですけど、あんなにセンターの子とか、センターの人とかにやられると思ってなかったと思うんですけど、どうですか？まあ、勝負だと思ってたと思う、ハンセン以外は。うん。だけど、あそこでしっかり、うん、力を発揮してやるっていうのが底力だよね。デンマークとか。すごかった、よかった、よかったですね。うん、でさ、あの、フランスのエース誰？エース男子の話？なんか、ナル、そうそう、ナルシスがなんか、はい、ちょっとこう、ワンポイントで結構出てたじゃん。今大会っていうか、うん、なんかスタートのエースの若い人って誰あれ？もう分かんない。メカルフランスの人間変わりすぎてて真ん中4枚誰がやってるか全然分かんない。なんか昨日それ見たけど名前忘れちゃった。でもその人決勝あんま出てなかったんじゃなかったでしたっけ？ナルシスだった。うん、なんか決勝してみた？決勝したかなって書いてたような気がする。世代交代してるなと思って、結構ちょっとずつ。うん、それすごくですね。なんか誰が出てきても、そう、誰が出てきても強いから。うんうん、うん、すげー。それこそ怪我したら終わりだし、場所なくなって、うん、パフォーマンスで来なかったら終わりだし、大変だよ。で、ツイッターっていうか、あれで見たんだけど、このブラジルのリオのオリンピックのチケット売り上げは、ハンドボールが2位だったらしいじゃんね。うん、見た。結局サッカーは、箱がある、でかいから、1試合で何万人って入るわけ。まあ、サッカーには多分勝てないと思うわけ。しかも、ブラジル優勝したし。うん。オリンピック。うん。で、その2位が、体操でも、陸上でもない、まあ、ハンドボールっていうのは、まあ、意外かなと。ブラジルとか強いじゃんね。あの、バレーボールとかも強いのに、うん、ハンドボールが2位だったっていうのは、まあ、女子のハンドボールは世界選手権優勝したこともあるし、男子も追い風だったから、可能性がなきにしもあらず、かなっていうところなんだけど、やっぱり、まあ、競技特性として面白いっていうのは、一つ言えるかもしれないね。ハンドボールっていう。東京もそれぐらい入ったらいいんですけどね。東京でも。え？東京でもそれぐらい入るぐらい頑張んないといけないんですね。そうそう、その話をしようと思って。じゃあ東京でどんだけ入るかって言ったら、入んない。言っちゃなんだけど、東京でチケット売り上げが2位になることは、現状考えてありえない。なんでかって言って、やっぱもう何回も話してるんだけど、JOC の人と話してて、じゃあオリンピックのチケット買いますってなった時に、一番真っ先に売れるのはやっぱ人気スポーツなわけ。うん、だって100メートルをさ、9秒なんとかで走るの見たいから陸上競技見に行くでしょ。で、サッカー見に行くでしょ。もうバレーボールなんかもお家芸だと思ってるからもう見に行くでしょ。バスケットボールなんか60万人以上の競技人口いるから絶対これ埋まるでしょ、会場。体操日本強いでしょ、競泳強いでしょ、柔道強いでしょ。って言ったら会場埋まるんだよ、それだけで。で、オリンピック競技28競技の中、プラス空手とか野球とか、なんとか、なんだっけ、サーフボード、なんだっけ、スケートボード、わかんない。追加種目が東京オリンピックである。考えて、じゃあチケットが一番売れ残るのは何かって言ったときに、陸上ホッケーかハンドボールだって言われてるからね今。
だから日本における立ち位置っていうのは、JOC の人間から見て、そういう立ち位置だから。で、オリンピックってのは、12チームしか出れないわけ。12チームっていうのは世界選手権の半分だ。で、世界最終予選も含めて大陸からなんとかなんとかってやったとしても、ほとんどの国がヨーロッパの国になるわけでしょ？今回のオリンピックをしてみても。じゃあ、このリオデジャネイロオリンピックのブラジルのところに日本がパッて入った時に、日本が何勝できるかって話だわけ。うん。女子もパッて入った時に何勝できるかって話になる。じゃあ陸上ホッケーかハンドボールしかもうチケットが売れ残ってね、ってなった時にね、もし。まあじゃあハンドボール見に行くかってなるでしょ？ハンドボール見に行った時にヨーロッパのチーム相手に15点差、20点差で負けるような日本代表だったら、これはもうピンチだわけ。言っちゃなんだけど。うん、もうね、東京オリンピックを契機に、ハンドボールがメジャーになることなんてありえないよ。うん、ありえない。ありえない。東京オリンピックが契機になることなんてありえない。なぜならば、だって、メディアはハンドボール取り上げると思いますか？限られた新聞紙面の中でハンドボールをどんだけ取り上げますか？ってなったら、やっぱりメダルが有力な、柔道、競泳、陸上とか、まあ、人気スポーツの中で、うん、その中のフィットアスリート、イケメンアスリートを特集していって、じゃあハンドボールは何十何年間出てなくて、開催国だからって言って出て、メジャーになるってならないって絶対。絶対ならない。だって新聞も取り上げないもん。そこまで。うんうん、取り上げないよ、取り上げないよ。だから、東京オリンピックを契機に何かが変わると思ったら大間違いで、逆に、東京オリンピックを契機に、なんだハンドボール戦えないじゃないかって言って、ナショナルトレーニングセンターからコートがなくなるかもしれないよ。わかんないよ。いや、もうサッカーもフットサルコートにしちゃえとかさ。いや、なんか7人制ラグビーのコートにしちゃえってなるかもしれない。ナショナルトレーニングセンターのハンドボールコートが。わからん。だから、その危機感をもうちょっと持っておかないと、やばいっていう話なんだよね。だって、オリンピック、何人出たから、今回のリオデジャネイロオリンピック。選手団、何人送り込んだか。女子レスリングがメダルあんだけ取りました。うん、男子柔道、全階級メダル取りましたってなってるけど、陸上の選手なんか、入賞はしてないけど、行ってる選手たくさんいるからね。うん、だって、トリプルジャンプにしても、400メートルハードルにしても、多分、いろいろあると思うよ。マラソンだけじゃなくて、十種競技じゃなくて。って言っても、でも知らんでしょ、みんな。うん。知らない。取り上げないからだよ、メディアが。地元でさ、地元でオリンピック選手になりましたって言って、なんとかし、浦添市で壮行会して、激励されてって言ってるけど、そんな感じがあって、じゃあ、ナンバーが取り上げるかとかさ、ターザンが取り上げるかとかさ、ね、じゃあオリンピックなんとかってテレビでやるかって言ったらしないでしょ。カヌーのスラロームなんてあの人名前すら知らなかった直前のなんか有力選手にもなってない、僕なんかテレビも見てないからわかんないけど、銅メダル取ったからスポットライトを浴びてるわけでしょ。それが銅メダルも取れずに惨敗してたんだったら、誰もあの人の名前なんて覚えてないって、カヌー関係者以外は。うん、うん、いや、メディアもやっぱりメダリストとか人気選手っていうのを取り上げていくから、東京オリンピックで、ね、何かが変わると思ってるのは競技間のその内々の中だけで、もちろんさ、ハンドボール競技がさ何かが変わる、いや東京オリンピックを目指しますっていう選手がたくさん増えれば増えるほど活性化はするだろうし面白くはなるだろうけど、ハンドボールの中だけであって、それ以外の世界に向けて何が変わるかって言ったら変わんないよ。うん、変わんない。絶対変わんないと僕は思ってるから、危機感を持ってやらないといけませんねって話をしたいわけ。僕は別に否定してるわけじゃないよ、ここで。もっと2021年以降の予算がなくなった時に日本ハンドボール界がどうなるかってことを考えていかないといかんでしょって話をした。を
してる。怒られるかな、こんなこと言ったら。いや。そうだね、でも。大事だけど、選手が考えることではないですよね、本当なら。何を？そういう、なんていうんですか、そういう選手であるべきだっていうのは選手が考えるけど、そういうふうにしていくのは実際、選手じゃないじゃないですか。うん、その辺が難しいですよね。だ組織として、しっかりとしたベクトルを持って、この方向に進みますっていうものが出ていって、選手がそれに乗っかってみたいな感じだとは思うわけ。で、今は、なんていうの？この、コーチっていう語源。石立さん、なんか書いてるけど、自分喋んないと画面変わんないから。コーチって語源が、馬車でしょ？馬車を目的地に運ぶのが指導者の役割じゃん。意味わかる？コーチの語源って、ブランドのコーチって馬車でしょ？その馬車を引く人のことをコーチっていうか、この指導者っていう意味で、コーチっていうふうに名前がついたんだけど、もともとはハンガリーのコチっていう地名なんだけど、そこが車作ってたから。で、その、コーチの語源にもあるように、指導者が目的地に運びますと。で、今目的地は、まあ2020年東京オリンピックっていうのが一番大きいですね。その東京オリンピックに向けて、じゃあ乗っかっていく選手乗れよ。その馬車に乗ってこいよってなって目指す選手がいますと。それを目的地に運ぶトレーナー、コーチがいますっていう状況だわけ、今。でもその目的地に行くための道順だとか、どの道を選びますかとか、どの選手を優先的に乗せますかとか、どっちの馬車の方が速いですかとかっていうのを考えるのは選手じゃないでしょって、舞ちゃんは言いたいわけでしょ。そうです。で、その、道順っていうか、この、ズバっていう、その、あれが、ありゃ、わかりやすいんだけどねっていう話。うん、なかなかね、難しいですよ、それは。選手がやることじゃないんだけど、結局は、イベントにも書いてるように、選手が一番の財産ですから、財産を運用して、投資して、運用して、増やしていかないことには、ハンドボール界全体としての発展はないんですよね。大量生産、大量消費になってしまっても、その場限りになってしまうので、質のいい商品を作って、それに投資して、投資の見返りを持って、財産を増やしていくっていう考えを持たないことには、やっぱり、いかんなっていう。ハンドボール面白いのに。うん。だから、見た人は面白いわけよ。いや、やってても面白いし、見てても面白いスポーツじゃないですか、絶対に。って思うのはやってる。なんだっけ。この前もあれしたけど、なんだっけ。三重バイオレットアイリスがリーフレット作ってたじゃんね。選手名鑑みたいなやつ。うん。で、やっぱりあれ大事なわけよ。なんでかっつったら、最初は、その人を見に行くじゃんね、どうしても。ハンドボール好きだからって言って、ハンドボールがあるからって言って、ハンドボールの試合会場に行く人ってあんまいないと思うわけ。知り合いの選手が出てるかなとか、なんか親戚の息子がいるかなとか、友達の友達がいるからとか、もしくはチケットもらったからとか、っていうところであると思うんだけど、その、選手名鑑、そう、ブラックブルースとかもそうなんだけど、これを持って会場に行って、で、
あ、誰々さんいた、どこどこ高校なんだ、出身が同じだとか、この人とこの人同じ学校なんだって思って見てやるでしょ？で、試合中に、あ、こんなごっついシュート、マジすげえとか、あ、こんなに速い選手、どこの誰って言って、やっぱりリーフレット、選手名鑑見て、ああ、なんとかっていう選手なんだねって言って選手を覚えていくわけ。だから、そういうのって、ものすごく大事で、なんていうの？こう、ハンドボールに取っかかるきっかけになるじゃん。田口麻衣しか見に行かないんだったら、もう田口麻衣が引退したらもう見に行かないよ、その人。どうしても。でも、そういうので、あ、この人も知ってる、この人も知ってる、この人こういう選手なんだって思って、そこで面白いって感じてもらえれば、絶対リピーターになるんだよね。だから、そういう仕掛けは、やっぱりどんどんしていかないという感じ、ね、と思う。今ね、だから、ちょっと探したんだけど、研究室に多分あるんだけど、うちは作ったんよ、うちは。大学が、広報費っていうのを部に出してくれてて、これすごいね。まあ、いくらかっていう額は言えないんだけど、で、それで、その一部で、うちはの業者がたまたまネットであったから、まあ、来てくれた保護者の方とか OG の方に、まあ、ポンポンってやつより、まあ、日日本があったから、暑かったから、うちはちょっとこう、ね、オリジナルうちわっていうピンクのうちわで写真付きで、写真プリントアウトしてもらって、選手の。いいですね。結構、ちょっと持ってくればよかった、ちょっと、それ結構いいよ。超嬉しそドヤ顔。あと、まあ、盛り上げようっていうことでは、今日からちょうど関西学生リーグ開幕したんだけど、昨日、ちょっと開会式の前の会議で提案させてもらって、そのまま通って、それで、結局、新設されることになったんだけど、個人賞が、ね、新設されるっていう。で、個人的に、まあ、日本リーグの個人賞が結構いっぱいあるのに、学生リーグは、まあ、関東だと関東賞とか新人賞とか、新人賞は秋だけだったっけな。あと関東賞とか特別賞とか、まあ、あったっけ、関東はね。関西とかも、まあ、そういうの作ったらどうかなって時に、同じのじゃつまんないから、なんかゴールキーパーも個人賞あっていいんじゃないかなと。得点王っていうのがね、あるから。でも、阻止率出すのがちょっとやっぱり、まだ試験的に導入するには、ちょっとまあ、ちょっと一回難しいかなと思って、まあ、7メータースロー阻止率賞と、7メータースロー得点賞というのを2個新設して、で、たまたま今回の秋リーグから、ヒュンメイさんが、スポンサーじゃないけど、関西リーグのそのパンフの裏にこうついてくれて、まあ、ブースとかも出してくれてて、で、それでそこからも商品提供していただけるようになって、その、ね、あったでしょ、優秀選手取ったら、なんか朝霞の T シャツもらえたとか、現役の時。ああ、あったかも。懐かしい、それ。そういうのあると、選手もモチベーション上がるし、まあ、商品がとかじゃなくて、なんかそういう個人賞がね、あると、一つのね、多分大学でキーパーの個人賞出してるのはあんまないと思うから、ベストセブン以外で。そういうのもなんかできたらなと思って。ちっちゃいことだけどね。まあ、それが東京とかそういうのの話とはちょっとまた全然かけ離れてるかもしれないけど、まあ、そういうちっちゃいことも大事かな、みたいな。聞いてる？聞いてる。何よりも選手がモチベーションを持って取り組むっていうのが一番大事じゃん。結局。だって、パンフレットあっても、目を引かない選手だったら、照らし合わさないもん。なんかわからんよ。え、なんか今まで控えだったのに、あいつなんかコート入ってきたら、なんかむっちゃ元気やん、みたいな。こいつが入ったらなんかチームの雰囲気変わるな、みたいな。誰この選手って思う選手がいるんであれば、パンフレット見るけど、なんかタラタラしてるな、あいつって思ってやってパンフレット見たと、照らし合わさない。いや、結局、普通の人間が普通にしてたら、それは、
なんていうの、選手の責任じゃんね。うん。いいプレーを、いい表現をするっていうのは、選手の責任だから、その、環境、外的要因っていうか、その、ハード面っていうか、なんていうの、周りの人間がやれることとしては、そういうリーグでとか、それこそ、うちわとか、なんとか賞を作ってモチベーションを上げるっていうのもあるんだけど、もう選手が結局やってくれないことには、ハンドボールの魅力は、全然伝わらないから、うん、もう、なんていうの、だから結局は選手がやってくれなきゃ困るっていう。僕、言ったの、まあ、なんかさ、まあ、ここで言うのもなんですけど、なんか、石田での試合いつ見たっけかな、去年だったかな、なんか、試合シュート決めたのに、すっごい悲壮感漂う顔で戻ってくる選手がいて、もうなんか、シュート決めたのに、わーとかじゃなくて、シュート決めたのに、で、ね、先輩から何シュートか言うてから、みたいな感じで、なんかやってる選手がいて、もうさ、もう言っちゃなんだけども、超可愛くないと思って。シュート決めたのに、そんな顔して戻ってくるなと思って、映像を見ながら思ってたわけ、僕が。全然可愛くないですよ。ルーマニアのあの選手見てみ、みたいな。うん、もうこんなして両手広げて飛行機のようにこうやって走ってきて喜びをいっぱい表してるのに、うん、お前アップで抜かれてその顔はひどいぜと思う人がいたわけだから、結局はさ、そういう顔を見てハンドボール楽しそうだなって思うわけじゃん、うん、あ、だからハンドボールしてる人間はいつもニコニコハンドボールしとかないとハンドボールの競技人口を増やすことにならんわけよ。しんどそうな顔して、殴られるとか、あ、まあ、やっぱり怒られてるとか、ああ、もうみたいな顔してハンドボールしてたら、初めて見た子が、こうインスピレーション、降りてこないじゃん。あ、ハンドボール面白そうとはならないじゃん。なんかあのチーム強いけど、なんか辛そう、みたいな。そんなんだったらハンドボールはやっぱり、なかなかメジャーにはならないよね。メジャーにはならない。まあ、僕はマイナーだとは言ってないけど、広がりは見せてこないよね。だから、僕はハッピーハンドボールとか言うんだけど、ハンドボールで自分の人生を幸せにしないことには、自分を見て誰かの人生は幸せにならないから、だからハンドボールでまずは自分の人生を幸せに、うん、豊かにしてほしいし、僕が目の前で関わる子供たちには、ハンドボールを通してなんか、楽しくやってほしいわけ。もちろん、キャッキャキャッキャ笑いながらやるのも大事なんだけど、できなかったことにトライしてトライしてトライしてできたって時の瞬間のあのできたみたいなあの顔とかできたことができたっていうあの瞬間のあの顔っていうのがこの表現っていうのが大事だと思うし、それを見て親御さんも幸せになると思うし、それを見てハンドボール楽しいなって思う子が出て続けてくれると、あの始めてくれる人もいると思うんだよね。だから、ね、ハンドボールしてる子はもうニコニコしててほしいわけ。そういう部分もオリンピックとかで見てほしいよね。もう可愛くない顔してハンドボールしないでって思う。マジで。うん。それはそうですね。メカラさん、人一倍楽しいですよね。メカラさん、人一倍楽しいですよね。いやー。最近は、あの、黙々とやってるけどね。絶対嘘じゃん。最近は、黙々と。落ち着け、落ち着けって思いながらやってる。大丈夫。まだ、まだ、まだだから、まだだから、まだ慌てなくていい、焦らなくていいと思いながらやってる。そうなんだよ。まあ、この夏、オリンピック、やっぱオリンピックって、かなり特別じゃんね、日本の中において。うん。やっぱ日本中がこのイベントを見るし、注目をするし、で、本当に今から4年間かけて、ハンドボールがあんな会場で満杯の中で試合をする、その決勝トーナメント、セミファイナル、ファイナルに日本人がどれだけ絡んでいくか、っていうのが、やっぱり世間の注目を集めるからね。うん、だって、水球って何十何年ぶりに試合出たでしょ？オリンピック出たでしょ？
で、すごいことじゃんね、それはそれで。で、初戦、うん、第4クォーターの途中まで勝ってたんだよ、本当に。大金星ってところまで行ってて、僕は見てたんだけど、でも負けちゃったわけ。うん、いい試合はするけど負けてるわけ。全敗したわけ、予選で。いい試合はしたんだけど。うん、ってことはってことは、そうなると、やっぱりテレビ中継削ったらしいよ、テレビ中継を。うん、減ったんだって。もういい試合はするんだけど勝てない。だから結局テレビに中継されないんだよ。負ける試合だけど卓球放送した方が視聴率取れるから、うん、ってなっちゃう。だから難しい、ハンドボールがどうなるかって。本当にあの我々やんなきゃいけないな、やんなきゃいけないなっていうか考えていかなきゃいけないなとは思うけどね。まあ、オリンピックが出場決まったわけじゃないじゃんね、まだ。決まったのかな、開催地代表で。決まってるでしょ、それは。オリンピックって IOC なんだけど、その競技の枠とかってのは、各競技団体に任されてるらしいの。バスケットボールとかも開催地枠がないのかな。なんかよくわかんないけど。それなんか、ずっと世界選手権とかに出てないからとかじゃなかったでしたっけ、男子。多分そういうので剥奪されたりするわ。うん、で今回もまあじゃあ日本男子は何十ソウルオリンピック以来出てませんね。世界選手権も出たり出なかったりですもん。で次の1月のフランスの世界選手権行ってもう全敗しました、歯が立ちません。もう何をやってるんですか日本男子、そんなんだったら知りませんよみたいな警告もあったりするわけじゃんね。だから本当にオリンピックだけを目指してるわけでもなく、今その代表チームっていうのは今いる 最高のメンバーでありながら将来的なことも考えたメンバーっていうのがやっぱり大事なんだよね、欲しいものとかを言って。今現段階で最高とか思いつつも、何年後、この何年後、この先この選手をこうしてこうしてっていうプランがあればいいんだけどね。あ、そう。そう。で、僕、海外に行ってハンドボールした方がいいって思ってるわけ。日本が世界で戦おうと思うんだったら、海外に行ってプレーをした方が、日常的にその選手たちになれる方が、いいと僕は思ってて。で、ハンガリーは特別、おすすめだってずっと言ってたんだけど、ハンガリー難しいんだよね、石田って今ね。今そうですね。今、ルールが変わって、4人までは、まあ、ただっていうか普通に入れるんですけど、5人目から、1人につき大体150万ぐらいクラブが、協会に払わないといけないんで、5人目、6人目、7人目とかになるとどんどん加算でいくから、今まで結構ハンガリーのチームに海外の選手がバン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 移籍してたんですけど、で、かなりまあまあ強いんですけど、それが多分ハンガリーのナショナルチームがそれでも結果が出せなくなってきたから、ハンガリーの選手を守ろうという動きなのかな、というふうに なりました、今年から。だからすごく難しい、うん、難しい兼ね合いですけど。男子も、枠が5になったんだよね。あ、男子は5なんですか？男子は5で女子が4でしょ？うん。で、エスプレムとかセゲトみたいに資金力があるところは別にまあ150万ぐらいじゃまあいいわって言って出して外国人選手雇うことができるんだけど、うん、その他のクラブにそのお金があるかって言ったらないわけ。うん、だからその枠の中でやったりするんだけど、それを考えると、ハンガリーで日本人がやるのは、また難しくなった。なんでかって言ったら、日本人、わかんない。プレーできるかどうかが、実績がないから。それを、リスクを取って、5人のうちの枠、4人のうちの枠を1人日本人入れるっていうリスクを取る。または、その日本人っていうだけで、お金かかるし、他の外国人っていうだけで、いろんな世話とかもしない。そのリスクを取るっていうな
ことでは、ハンガリーでプレーするのはまた難しくなっちゃったんだよね。残念なことに。うん。ハンガリーは滞在費も安いし、僕はすごくおすすめだったんだけど、このルールができて、一気にハードルが高くなったなっていう気はする。だって、どこがいいの？どこがおすすめなの？どこが？だからそんなこと僕ハンガリーと今スペインしか経験してない。スペインなんかちょっとしかいないんだけど、スペインはユーロ圏以外の人間プラス3人って言ってた。外国人が。だからユーロ圏のフランスとかドイツとかポルトガルの人間は外国人枠に入らないわけ。プラスアジア人も僕らみたいな人間とか南米とかの人間は3人までは大丈夫ですよって言ってスペインリーグでは規定があるらしいのね。でもじゃあスペインリーグで2部の選手はどうかって言ったら、スペインの2部ではプロでちょっとやっていけないって言って、他に仕事を見つけて半日練習、スペインは今2部では難しい。でハンガリーの2部でやれる選手はいると思う。ハンガリーの2部でもプロの選手いるから、若手の選手とか特に。でもハンガリーはこの外国人枠が1になったから、ハンガリーの2部リーグでも日本人選手を取るっていうリスクを犯すっていうのは難しい。なぜならば日本リーグでいくら結果があったとしてもそんなの相手にされないから。日本リーグとじゃあセルビアのリーグ、モンテネグロのリーグでやってましたっていうその実績だけを見たら、絶対セルビアとかモンテネグロの実績の方が重要視されるから、日本リーグで得点を取りましたとか MVP 取りました、世代別の代表ですとか、あのインカレ何連覇しましたっていうのも全く関係ないから、こっち来たら。そうなるとハンガリーがちょっと難しくなっちゃったんだよね。残念。で、ハンガリーで日本人がチームを持てばいいとすら思ってたから、ハンガリーリーグに参入すればいいのって僕は思ってたから、日本協会の選手10人ぐらい送り込んでこっちで共同生活して、16人中ね、3人ハンガリー人がいれば、なんか OK らしいの、ハンガリーリーグって、去年までは。そうだった。そう聞いてて、あいつらみんなセルビア人じゃんって思うチームたくさんあって、男子の中では。だから、じゃあ日本人でも別にいいんじゃないのかなと思って。で、日本とハンガリーの協会が話し合って手を組めば、絶対それ可能だろうし、エキシビションみたいな感じでリーグに入れることも。だから、絶対そっちの方がいいなと、拠点を、ここに移して、生活の拠点をここにして、やっちゃえばいいなと思ってたんだけど、それが難しくなっちゃったんだよね。っていう各国人事情がある。で、ドイツの3部とか、デンマークの2部とか、フランスの2部とか、わかんない。そこの現場の人間に聞いてみないことには。だから、サッカーすげえよな、それ考えたら。本田圭佑のクラブもすげえじゃん、あれ。うん、本田圭佑のオーストリアの3部だったっけ ?3 部か、いや2部に上がったクラブも、もう本田圭佑が買い取ってオーナーになって、コンセプトが日本人とかアジア人をヨーロッパのトップクラブへ行くための経由地じゃないけど、そういうクラブにしたいっていう、このコンセプトで挙げてるなんて、一選手がオーナーとして、まあ、AC ミランでも活躍しながら、そういうクラブのオーナーになって、で監督も日本人に変えてね、で、元日本代表のキーパーとか取ったりとか、そんなトライアウトになってるんですね。すごい。お、すげえ、あれは。SV ホルンって言うんだけど。うん。オーストリアの3部で優勝して、今2部に行ったんじゃないかな、次からは。もう明確に日本語のホームページとか全部こう作って。へぇ。オーストリアのクラブなんだけど。うん。ユニフォームも全部ミズノに変えて、本田圭佑のスポンサーの。うん。すごいですよ。すごいですね、それは。すごい面白い。興味深い。サッカー違うなぁと思って、ね。ただその資金も私たちにはない。
個人だからね。個人の資金だからね、しかも。いやー、その資金があるのがすごいですね。素晴らしいですよ。なんか、ほんと、サッカーはちょっと別格だよね。うん、それを個人レベルでできるのがすごいですよね。まあ、それは、まあ、ハンドだとしたら、協会だったり、そういうのが、そういう大きい組織がしないといけない。っていうか、大きい組織しかできないことなのに、個人でやるってそれすごいですね。だから、違う、本田圭佑も、絶対ブレインがいるはずなんだよ。本田圭佑が考えてるだけじゃないんだよ、全部。だって、本人プレイしなきゃいけないから。うん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 、だから、本田圭佑が考えてることを具現化して、マネジメントして、全部やってくれるブレインがいるんだよ。うん、その人を雇ってやるからこそ、まあ、本田は、最終的な統合になるし、お金を出すっていうその投資者になるし、そのブレインがいないことには何もできないんだよ、うん、絶対。でもそのブレインをハンドボールでも取んなきゃいけないんだよ。これね、なんつった結局そこを雇うのもお金がいるじゃないですか。そう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 、夢に参加する人だから、お金を、うん、そう、生み出さなきゃいけない、生み出さなきゃいけない、うん、そう、あの、例えばさ、お金持ってる人って絶対たくさんいるわけ、うん、絶対もう使い方が分かんないっていうぐらいお金持ってる人絶対たくさんいるわけ。だってこの前ニュースで見たけど、3000万円を小包みで悪徳業者に送ったとかいうおばあちゃんいるんだよ、未だに。レターパックとか、振り込みとか、振り込め詐欺とかじゃなくて、もう小包みでこの現金送ってくれって言って、で、その3000万円が家の中にあるわけでしょ。だって銀行から3000万を下ろすってまずありえないじゃん。うん、このご時世。で、家の中に3000万があるわけ。それを小包みで送っちゃうわけ。で、そういう人は絶対いるわけ。で、なんていうの僕も、なんていうの、高級な布団屋さんとかに行くじゃんね。西川のエアーのお店とかに行くんだけど、もうそこで、話を聞くと、うちのもう特別なもうVIP待遇のお客様、年間何千万と布団に使うって言うんだよ。いや、僕らが、この羽毛布団十何万円するの高いとか思ってるけど、いや、そんなもんレベルじゃなくて、布団寝具だけで何千万使うもうマダムとか、リッチピーポーがいるわけ、世の中には。でもその人たちは興味を持つことにしかお金使わないから。うん、でハンドボールがその人たちの興味になってくれたら、バンって出ると思うわけ。わかんないよ。でもそういう人たちを囲っていかないことには、やっぱり莫大なお金って出てこないよね。うん、でもチャンスはあるね。絶対チャンスはある。絶対チャンスはある。今、串田さんからね、ツイッターの中で話があったの、なんだっけ、静岡のジムラッツっていうクラブがアメリカのリーグに何年も参戦してるんだって。バスケットボール。静岡のクラブなのにアメリカで拠点があるのかな、で、そこで試合をしてるのかな、詳しいことごめん、わかんないんだけど、静岡ジムラッツっていうクラブ、ホームページもあるんだけど、やっぱそういう感じで日本の中ではなかなかできない経験っていう、その場の提供っていうのをどうにかしてやりたいね。なんか小学生のツアーなのかな、スクールとかクリニック、キャンプ、小中学生を対象したバスケットスクール、世界で戦う人材育成を基本方針として、コーチ陣による個の力を伸ばすようにしているとか、2011年から米国独立リーグに参戦とか、静岡でもこうやって、独立リーグ、アメリカの独立リーグとかでプレー、するようなバスケットチームを作ったりしてるからね。ああ、やりゃできるんだよ。でも僕ら知らないじゃんね。串田さんがこれ教えてくれたんだけど、
僕らそういうの知らないじゃん。知ってる人間が集まったらさ、ハンドボールでもなんか絶対面白いことできそうじゃない？うん。この間男子の代表がハンガリーで出てたツェルカップってあるじゃないですか。うん、で、ツェルカップになんか台湾のどっかのチームが出てたらしくて、なんかそれが台湾で優勝した、なんかの大会で優勝したチームが、それのご褒美みたいな感じで来るシステムがあるらしくて、台湾には。で、それ良くないって昨日なんか、その、友人と話になって、例えば今プレーオフの前座で小学生の試合があるじゃないですか。それの優勝チームを、例えば海外に、その賞金とかじゃなくて、ドンって送って、そこでどっかのカップ戦に出場させるみたいな、そういうご褒美のやり方とか、なんかそういうふうなことができれば、小学校のうちから海外に出て、それが夢になって、で、またそれに出たいから、また頑張ってみたいなことになりそうだなっていう話をしてたんですよ。うん。すごい。すごいよね。なんかその小学校からとか中学校からの優勝したチームが、そういうふうに海外のカップ戦に出るとか、そういうのってすごい夢あるなって思って、うん、なんかそういうシステムが、できれば、どん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 それを目標にしたり、それで活性化したりみたいなのがあるなぁと思って聞いてて。でも、なんか現実的に考えると、なんかそうなった時に、じゃあ海外に出る時に責任は誰が持つんだ、誰が持つんだみたいなことを、とかのやつがすごいうるさいんだろうな、日本はって感じですごい思っちゃったり、現実的な部分も見えるんだけど、でもそういうことしていかないと、やっぱ島国だしダメだなと思っていた。思っていました。どうでしょうか、誰か。それはでもすごい夢があるよね。うん。あんまりないよね。はず。インカレで優勝したチームが海外に遠征行けるとかだったらすっごい頑張りません？そう。なんか、もちろん優勝するために頑張ってるけど、それにプラス何か、なんかそういう目標があれば、すごいもっと盛り上がる感じがするなと思うんですけど。どうかな？そう、さっきの同じ、ちょっとちっちゃいけど、さっきの個人賞と同じですよ。ああ、確かにね。確かに。規模は違うけどね。規模は違うけど。でもさ、バスケットとかさ、バスケとかバレーのインカレとか、そうでしょ。個人賞取ったら。その、選手に。何を？選手なんかもらわない？なんか多分。もらう。もらうよね。T シャツどころの話じゃないよね。バスケットのバレーって。で、インカレっていうか関東学生リーグとかってバレーとかバスケでお金取るから、うん、なんか、こう、ちゃんと収益、お金を生み出す、で、ね、で、お金を払って見に来てくれるから、選手としても、やっぱプロ意識持つだろうし、お金払って見に来てもらってるっていう部分もあるしね。あれ、お金かかってるんですか？バスケとか？お金払って、観客にお金もらってるんですか？関東リーグなんかお金払ってる。もらった。すげえ、プロじゃん。プロだってあの石川祐希、男子バレーの石川祐希なんかがもう大変らしいからね、本当に。無観客じゃない。学生リーグとか。へぇー、すごいっすね。徳田新之助の試合、お金払って見に来るかな、誰か。何が？徳田新之助の試合。徳田新之助の試合をお金払って見るかどうか？うん。だって同じような立場じゃないですか？代表、大学生で代表入ってて、みたいな。悪くはないと思うけど、うん、お金払ってはいかないんじゃない？だってハンドボールしてる人がお金払って何かをしてもするっていう概念がまずないから。だってそれハンドボール界に蔓延してますよね。だって日本リーグの試合をネットで見るのはただだぞ。ただ
いや、どっからお金が出てるか分かんない。スポンサー、強力なスポンサーがついてさ、それこそソフトバンクみたいにさ、年間120億出してくれる、年間じゃないよ、総額120億出してくれるようなビッグスポンサーがいて、じゃあタダで提供できますって言うんだったら、まだ JHLTV もいいけど、そんなん、日本リーグで、あの映像がネットでタダで見れるんだったら、チケット買って体育館に行く労力、僕だったら行かないもん。え、ネットで見れるのみたいな、なっちゃうし。もちろん、現場に行かないと分かんないことなんて、時間走らして、現場でこれを見て、例えばね、選手が審判に文句言ったりとか、例えば選手が唾吐いてるとか、選手がなんかコーラ飲んでるとか、タバコ吸ってるとか。全部悪いことだ。っていうのを、見るかもしれないってなったら、僕が指導者だったら、みんなでテレビ観戦するかって言うかもしんないじゃん。でも、いや、こいつのこの選手は、ね、画面に映らないあそこで、本当にちゃんとしとるんだとか、っていうのがあれば見せたいと思うけど、なんか、例えば、ね、変なイメージとか悪いイメージを持ってしまうような取り組みをしちゃったりすると、ね、なんかオーバーステップって言って、って言って審判に文句言って戻らないで失点されて、はぁみたいな感じで言ってる選手を子供たちは真似したいとは思わないし、指導者は見せたいとは思わないから、なんていうの、選手としてはそういう意識も持たなきゃいけない、プロ意識は持たなきゃいけないし、でも観客はお金を払ってでも見に行くっていう、その、なんかなんていうの、その選手の価値も尊重してもらわないといけないと思う。難しいところだけどね。難しい。うん、あの、お金払ってるから文句言っていいんだよ。うん。お金払ってるから、お金払って楽しみに来てるんだから、その、試合を見る、試合を楽しむ権利があるから、審判に文句言ってもいいんだよ。相手選手にブーイングしても、自分のチームの選手にブーイングしてもいいんだよ。それは、スポーツの楽しみ方だから。こっち側のね、こっち側っていうか、ヨーロッパ、うん。日本だったら、いや、おとなしくこうやって座って、おーっていうのが、まあ、日本的なんだけど、審判に文句言うなんて、とてもじゃないけど、ありえないんだけど、まあ、その、なんていうの、考え方の試合っていうのかな。なんかね、ちょっとそこはある。なんだっけ。選手？ブラジル人の選手って、あの、シャンベリにいたらしいよ、今、レイミ、レイミ。アンリから、LINE が来てたんだけど、なんだっけ。バルセロナに行ったエムゲッサンっていう名前なんだって、フランス人の。シャンベリの選手で。で、ブラジル代表のセンターも、シャンベリの選手なんだって。うん。アンリ、超すげえやつと日頃からハンドボールしてるからね。本当に。やばいね。うん、まあそんな感じで、まあ、世界に触れるチャンスってのあったらいいね。でもさ、あのなんだっけ、高須クリニックみたいにさ、ナイジェリアに2000万出す人いるわけよ。いやあれすごいね、ほんとすごい。で、日本だってあれポケットマネーじゃん、完全に。しかも政府を通したら中抜きされるかもしれないし、大統領通さなきゃって言って時間かかるからって言っても自分が行くしかねえって言ってるわけでしょ。で、ナイジェリアの平均月収とか見ても、100万円のボーナスって言ったら相当だからね。うん。相当。っていうことを考えると、で、あの人お金持ってるわけ。例えば、じゃあ、高須クリニックの孫がハンドボールしてみ？全国制覇してみ？高須クリニック杯ができるって。確かに。高須クリニックカップ、ここで優勝したら、ハンガリー遠征全員連れてきますよ。高須クリニックが出しますよ。なる、絶対なるって。なるわ。だって、言っちゃなんだけど、赤の他人の資金難の人間に、地球の裏側まで行って2000万渡す人だよ。自分の孫に5000万くらい出すだろ、絶対。いや、一応、うん。そうやって考えると、出す人はいるんだよ。絶対いるんだよ。絶対いるんだよ。だから、高須クリニックみたいな、あの、人をちょっと巻き込んでいかなきゃいけないね。まあ言ったように、プランとかさ、
ハンドボールとか、その K プランとかに出すっていう場合もあるけど、やっぱその人にお金出すってお金持ってる人は結構思うみたいね。うん。マネーの虎はそうだ。マネーの虎は、うん。だからその人にどんだけの魅力的なもの、その魅力的なコンテンツがあるからし、その、やっぱり魅力度を高めていかなきゃいけない。どう考えても。それはじゃあ誰がやるんですかって話になるじゃん、結局。うん、誰がやるんですか？だから選手がやれることは選手でやんなきゃいけないし、選手ができないことは選手じゃない人がやんなきゃいけないんだよ。うん。でも選手でいたら、そんな金持ちな人と出会うチャンスとかあんまなくないですか？あんまないんだよね。選手ばっかりやってたらね。だから、すごく、広い、なんていうの？交友関係、アンテナとかく持って、やって、それこそハンドボールの OB で各界いるわけでしょ。海友会って今組織もあって、オブロの社長だってそうだし、政治家だってたくさんハンドボールやってる人いるし、そういう人に紹介してもらうとか、ってのが一番早いよね。ああ。うん。そうだね。でも、プランは、プランというか、選手目線でこういうのがあったらいいなとかは、なんか、要望したら？何要望って？なんか、そういうなんかお金持ってる人に会うチャンスとかは少ないかもしれないけど、なんかこんな風に なったらいいなとか、こういうのあったらどうですかっていうアイデアは、現場の人間でしかわからないアイデアとかも出てくるじゃん。うん。そういうのは、あの、吸い上げてくれるような環境づくりは上がやるのかもしれないけど、まあ、どうなんだろうね。多分、結構メガロさんも私も、ズケズケ言ってるんですよ。あの、申し訳ないけど、言っては、言いたいことはたくさんあるんだけど、今、この回線の中では言えないから、オフトークになったら言うわ。オフトークにして、そこは。持ち越し。だから、我々は、我々とリッツとかとも話するんだけど、もう、なんていうの？まあ、言うよ、僕は言うよ。ダメじゃねえとか、こうじゃなきゃ、全然ダメじゃねえとか、言うよ。でも、なんていうの？その、破壊的な否定をしてるつもりはないわけ。うん。意味わかる？建設的の反対、対義語は破壊でしょ？僕は、どちら、僕のイメージではすごく建設的な会話をしてると思ってるわけ。まあ、あれはどう思ってるか知らんけど。すごく建設的で生産的な会話をしたいと思うんだけど、今現状を顧みて、ここがダメだっていうところの視点がないことには、建設も生産も何もないわけでしょ。より良いことっていうのは。だからその、現状の洗い出しっていうのをしなきゃいけないなと。そう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 。現状の洗い出しをして、足りないところとかっていうのはあるし、お金の使い方でそれはどうなんですかっていう部分もある。それに対して、お伺いを立てるっていうね。お伺いを立てるっていう状況。まあ、オフトークになったら言う。まあ、ここでは言えないけど。そう、あ、そう、お金の話したから、ちょっと舞ちゃん、あれしちゃいなよ。言う、言う、言う、言っちゃいなよ。言っちゃ、今、その、私も言おうか思ってたんですけど、うちのブルズで今、こういう、見えます？クラウドファンディングっていうのをやってるんですよ。クラウドファンディング。うん。で、これは、そのうちのチームがクラブチームなんですけど、その、まあ活動資金とかはいろんなスポンサーさんとか協賛してる、くださる人とか、ファンクラブの人とか、いろいろ、の人からお金をいただいて、うちらは活動ができてるんですけど、その中で、今回は、その、去年、リーグ一戦やった時に、怪我人が多かったんですよ。
だから、そのうちら職場とか、まあ、環境も悪いんで、そのちょっとでもパフォーマンス上げたりとか、その普段からその体のメンテナンスできないから、それでケア用品とかがあったらいいなっていうことで、その資金をこれで集めるっていう企画をしていて、で、まあ、インターネットにサイトがあって、そこから申し込みができたりするんですけど、最初50万が目標金額だったんですけど、今日、なんと100万円を達成しました。おぉ。ありがとうございます。なんか、まいちゃんおめでとう。まいちゃんがいろいろ考えて、そうやってポスター作ったりとかしてやってるのは知ってるので、あの、思いが実ってよかったですね。ありがとうございます。まあでも、あの、お金もらうだけじゃないからね。うん。あ、で、いろいろ。あの、その方が大事だから。その方が大事。なんかやってみて思ったのは、その、こういう目的があるなら応援するよって言ってくれる人がたくさんいたんですよ。なんて言うんですか、そのお金を出すにもただ出すんじゃなくって、そういう私たちの環境も含めて、それをこうなんて言うんですか、知ってもらった上で応援をしたいっていうような声をいただいたんですよ。ブルーズってそんな風だったんだよねとか、そういうこともいろいろ言ってくださる方も見えたし、なんて言うんですかね、その私たちがこういう状況だから、これに対してこのお金をくださいっていうような形を取るから、やっぱりこうちゃんとした関係ができるっていうか、ただ応援してください、お金くださいじゃなくって、っていうのもやってよかったのかなっていうふうに思ったんですよ。だからさっきの話じゃないですけど、ただ集めるんじゃなくって、その今日本のハンドボール界でここが一番困ってるから、これがしたいからここにお金をくださいっていうのを多分やらないと、じゃあそのお金どこ行ったのって話になってしまうし、それこそ応援してる人の気持ちをね、なんていうんですか、無限にというか雑にしてると思うしっていうのは、その今この活動をしててちょっと思いました。はい、で、まだこれ、あの、引き続きあの9月5日までやってるので、よろしくお願いします。はい、皆さん、あの、なんだっけ、飛騨高山ブラックブルーズ岐阜でしょ。うん、そうです。その長いけど。ホームページに行けばそれができるのね。できます。あの、こういうポスターとか写真並べたり文字考えたりいろいろやってるのは田口舞らしいからさ。あの、そうです。これは作りました。うん。でも頑張っとるよ、舞ちゃん。お疲れ。ありがとうございます。去年もあの、名古屋、愛知名古屋が資金造成でクラウドファンディングしたりとか、三重バイオレットアイリスもクラウドをやってお金達成して韓国遠征行って、まあ三重なんかはすごくしっかりしてるから、韓国遠征の、なんだっけ、収支表とかもちゃんと出してるし、なんかそういうのが 見えてくるとお金出すよね、やっぱり。うん。あ、これがこんだけ、あ、これにこんだけ必要なんですね。で、こうやって使ってもらったんですねって言ったら、やっぱ嬉しいからお金出すよね。うん。っていうので、うん。あるからさ、やっぱみんなちょっとずつなら出せる範囲で、うん、出していけると思うんで、そうやってお金を作るって大事なんだよ。だから何々がないからできないとか、お金がないからできないんじゃなくて、お金を作る方法を生産的、建設的に考えていけばどうにかなるんだよ。だ僕みたいにさ、あの、タカスクリニックみたいな社長がちょっととか言ってるだけじゃダメなんだけどね。金くれって言って、金がねえから金をくれって言ってるだけじゃやっぱダメで、メカルは何がしたいのかとか、どこを目指してるのかとか、そこに共感してくれる人っていうのはやっぱお金を出してくれると思うし、なんかそういうところがやっぱ大事で、やっぱお金を生み出すっていうのは大変だよね。人のお金をいただくわけだから、うん、そういう部分ではかなり責任もあるっていうか、簡単なことではないんだけれども、やっぱりその、なんていうの、今何名って書いてあったっけ、今日、あの、ホームページ見たんだけど、100万円出したのが、7、80名だっけ？いるよね、投資した人が。何人かいて、その、なんていうの？
100万円、1人1万円が100人集まったのかもしれないし、2万円が50人かもしれない。でもその思いがこもってるものだから、大事にしてやってほしいなと思うんだけど。いや、絶対できるよ、そういうのは。クラブでいくのもそうです。で、クラブチームっていうのは、もう圧倒的にチケット収入とかファンクラブ会員の収入じゃんね。スポンサー収入っていうよりも、クラブの収入としては。だから、絶対会場に来る人を増やさなきゃいけないわけ。クラブチームの人間は。で、クラブチームだからって言って、チケットただでばらまいてちゃ絶対ダメだし、その価値を上げなきゃいけないし、試合以外での体育館に行ったらこんなことができる、こんな面白いことができる、子供たちが遊べるとか、ね、なんかそういうところの付加価値っていうのもつけていかなきゃいけないし、選手の一人一人の価値も高めていかなきゃいけない。そういう部分があるから、今後、クラブチームにどんだけ人が入るか、チケット収入、ファンクラブ収入っていう部分に引き続き注目していきたいなと思う。るんだよね。で、僕も昨日考えたわけ。昨日パッと考えて。僕も今、アスリートエールっていうところで、常設的に資金を募ってるの。一応。僕もプロ選手だから。で、いろんな栄養費だったり、移動費だったり、なんとか費っていうのを使ってるんだけど、体のケア代とかに使ってるんだけど、僕の同期に長谷川っていうのがいて、農場やってるの、農場。その農場のお米とかをリターンにお返ししようかなと。どう？いい考えじゃない？と思って。あとね、うちのチーム今レプリカユニフォーム売ってんだよね。だからレプリカユニフォームをこちらから送ることもできるなと思って。なんか自分にできることたくさんありそうだなと思って。なんか同期で農場やっててさ、そこのお米が無農薬ですごい安心で美味しいお米だから、その同期の人間のお米のアナウンスにもなるし、僕のアナウンスにもなるし、あ、みんな三方ウィンウィンウィンって感じだなと思って、これちょっとやろうかなと思ってんだよね。だからお米に困った人、あんまいないと思うけど日本に。美味しいお米食べたい人は、僕のところにアクセスしてねっていう感じなんだよね。昨日文字だったの。銘柄言って。第一。違う、長谷川農場ってお米作って、お姉ちゃんがめぐみって名前なの。で、下の子の長男が大地って名前で、合体させて大地のめぐみっていうお米を作ってる。大地とめぐみっていうお米を作ってる。大地は完全無農薬で、めぐみが原農薬だったの。なんか、そんな感じで作ってるのね。だから、大地のめぐみ。長谷川農場、栃木県にある大きな農場なんだけど、僕の同期がさ、農業に目覚めて、農業で変えていくぜって言って頑張ってるからさ、そのお米をぜひ、召し上がってほしいな、ところなんです。ちょっと話はずれたんですけど。な、クラウドファンディングも、やった方がいいと思うよ。発見するっていう意味では、挑戦した方がいいよ。どんどんやったほうがいいよ。絶対。あれしていったほうがいいよ。他に何かあったっけ？この夏の出来事。あの頃を語ろうするんじゃなかったの？なんかね、なんか語りたかったらしいよ。松木なんか言っていいよ。はい、なんか松木はなんか言いたらしいよ。え？松木はなんか。あの頃を語ろうってもう3人とも連載されてすごいね。イエーイ。何回も言うけどあれは僕の持ち込む企画だからね。でも私のスタートは私ですからね。あ、そうか、すごい。一人目らしい。一人目宮崎大輔さんでしょ。私なんか一人目って言われたんですけど。違うじゃん。違うよ、一発目大輔さんだよ。メカル編集部に言ったもん。だって、メカルが提案したのに一発目大輔さんですかっつって。いや、私何の勘違いかな。女子じゃないの？女子一人目。
女子一人目ってことにしとこうかな。ナイスフォロー。あれ面白いよ。あれ面白いよね。あの企画すごい。あのページ楽しみなんだけど。一番と言っても過言ではないぐらい楽しい。編集部喜ぶわ。編集部喜ぶわ。だからメカルにちょっと印税入ってこないかな、それ。持ち込み企画で。また買っなんか、メカル、何回も言ってると思うけど、あの頃を語ろうは、カイドウさんと話してて、思いついた企画なの。思いついたっていうか、学生時代カイドウさんと話してて、カイドウさんって、なんでそんな上手いんすかみたいなハンドボールして。ヒミはどんな練習してるんですかとりあえず、みたいな。そしたら、いや、ヒミは、なんか雪も多いし、体育館も取れないから、なんか体育館の端っこで3対3しかしてないみたいな話してて、で、はぁみたいな。3対3でヒミのハンドボールができるわけみたいな感じじゃんね、僕らからしたら。あの動きが3対3、あ、3対3しかしてませんね。じゃ先生ずっと付きっきりで見てるんですかって、いや先生忙しいから付きっきりで見てるわけではないって言ってるし。どうやってハンドボールが、あのヒミのハンドボールができるわけとか思うんだけど、そうやってやったらしいんだよね。ヒミのハンドボール、3対3。ヒミの人のそのボールハンドリングの能力ってすごいですよね。すごい。だから、ハンドボールの3対3ってもう究極だからさ、ハンドボールの中の。究極っていうか、グループ戦術の究極3対3っていうのは、それを極めてるんだと僕は思ってる。楽しかったもん、でも。カイドウさんと3対3で、まあ、男子校ミックスで練習したときに、たまたま並んでたら、たまたまカイドウさんと同じ番になってオフェンス。やっぱ、楽しかったもんね。うまくなった気になるもんね。そう、目の前のディフェンスがいなくなるの。なんかボールもらったらシュート打つだけみたいな感覚になるわけ。カイドウさんが寄せてくれるから。で、そんな感じになるから、で、どうやって練習してるんですかって言ったらこんなこと言ってて、何を考えてたんですかとか、そういう話になると面白いじゃん。こんなスーパースターが高校時代何を考えて、どういう思いを持ってハンドボールしてたんだっていうのって、今の小中学生からしたら興味あるなと思って。で、僕が持ち込んだの、あの企画を。それが長く続いてるでしょ？うん。面白いってことなんやって。だろ？僕の連載なんかすぐ終わったのに。なんなんだ、おい。いえ、すごいですよ、あれも。え？俺の前の教え子は全部プリントアウトしてファイリングしてたんだから。福岡大学の教え子ね。松木が福岡大学のコーチをしている時の教え子は、メカルアクシのハッピーハンドボールのあの連載、16回しかやってないあの連載を、ちゃんとプリントアウトしてファイリングしてたらしい。すごいな、それは。だってあの連載言っちゃうなんだけど、面白いもん。だってあの連載面白くない？いや、あの頃を語ろうのが面白いよ。うっそー、8人までの話とか超面白いと思うよ。流れ星になろうとか、メカル、あの頃からずっと言ってるからね。超面白いと思うもん。なんで今この立場で連載がないのかがわからん。どうなってるんだ。プレッシャーかけてるでしょ。公共の電波使って。いやいや、そんなことない、そんなことない。石立とメカルが1ヶ月交代ぐらいで連載したら面白いんじゃないですか。昔ほら、なんかあったじゃん。お互いに質問ぶつけ合うみたいな。この人、この人、この人、この人みたいな。なかったっけ？一番後ろにね。そうそう、日本リーグのやつ。いや、私、誕生日をつなげていくみたいなやつ。それだ。あれ、私にいつ来るんやろ、いつ来るんやろって待ったけど、結局来ずに終わったわ。1月生まれいっぱいいたんじゃない？1月生まれいっぱいいたから、ちょっと競争率上がったんじゃない？そう、もうね、残念でしたわ、それは。
いや、でもさ、我々の意見とかがスポーツイベントとかに反映されたら、それだと楽しみにする人もいるわけじゃん。うん。ってことは、それはより良い方向に向かってるから、いいことなんよ。ここで話するの。うん。うん、そう。読者の人も、海外に今いる人がどんなハンドボールしとるかとか気になります。え、なんていうんですか、例えば、なんかこの7人攻撃あるじゃないですか。うん。あれとかも、なんかそのオリンピック見てたら、もう毎回7人攻撃みたいな、男子とかやってたじゃないですか。でも日本だと、まだ取り入れるべきか、取り入れないべきかみたいな、なんていうんですか、まだ、多分監督さん、うちの監督さんも悩んでるっていうか、様子見っていうか、部分もあるし、でも日本がその外国で追いつこうと思ったら、やるべきなら、やらないといけないけど、じゃあどうやってやるかまでは分からないじゃないですか。っていうのを今そっちにいる人がそういうイベントとかで海外のハンドボール今こうなってますみたいなのとかやったら、それはそれで競技力上がるし楽しいんじゃないですか、うん、そういうの知りたいです。そうだよね、そういうの知りたいよね、うん、知りたいし、そっちにそういう人がいる意味が、価値が上がるじゃないですか、そういう発信をもっとこっちですれば。なんか日本はそのなんていう流行みたいなのあんまりないよね。このチームはずっとこういうスタイル、このチームはずっとこういうスタイルみたいなのがあって、それの中で、あ、今年はこういう風に変わっていってるんだみたいなのってちょっと見えにくいよね。見えにくい。で、それが世界とリンクしてるかって言われると、あんまりリンクしてない気も確かにするし、だから例えば日本が世界で代表で戦った時とか、最初は確かに、まあその新鮮さとかがあって良かったんだけど、それがじゃあ何年もある程度の結果を出してきて、まあ見られてってなると、それ以降がないし、プラスがないから、また落ちちゃうよねって感じですごく感じるかもしれない、私も。なんかこう、変遷があっていいはずなんだけど、変遷がちょっとない、スパイラルがない気がするかもしれない。それ、女子の方がなんかない気がするけどな。うん、男子の高校生とか見ててすごい最近思うのは、うん、なんかボールの扱い方が、ボールを体の中心から離して持つようになったりとか、ボールを下げないとか、どのチームもなんかやっぱりの男子も同じようなボールの扱い方してて、うん、でもこれってなんかヨーロッパの人もね、こう常にこうシュートできる位置に持ってくるとか、体から離して持つとかっていうのをやってるし、あ、男子ってそういうので多分ビデオとかネットとかでこういうキャッチするのがすごい女子よりも多いのかなとかって感じたりして、うんうんうん、結構そういうのは見てて、インターハイとか見てても感じる、うんうんうん、こうやってやれってインターハイの高校生のビデオ見せたりとかするもん。そんな戦術とかってことだけじゃなくて、ね、その個人技術的なことで、うん、なんか丁寧になった感じがすごいなんかする見てて、丁寧だなっていうか、ボールの扱いが感じるけど、なんか結構、例えばヨーロッパとかに行くと、流行があったら結構いろんなチームが取り入れたりするじゃないですか。だから一時片手キャッチが流行った時はもうダーッと流行っていったけど、なんかその感じが日本にダーッて入ってくる感じはあんまりないですよね。だから例えばそういうことを知ってる選手とか知ってる監督だったらちょっと言うかもしれないけど、それがじゃあ日本のステータスみたいな感じになってくるような強みみたいな、強い流れみたいなのはあんまりないかなとは思いますけどね。でもなんかそれって環境もあると思う。例えば？例えばだから片手キャッチしようにも、うん、例えばうちのチームだったらは両面で練習したりとかするんですよ、まだ。うん。日本リーグのチームだけど、松屋に疲れたい感が少ないもんで、そうなると、その海外でやってる練習環境と日本のやってる練習環境をまず一緒にしないと同じプレーができなかったりするじゃないですか、うん、だから
真似したくても日本だからできないこととか、うん、環境が環境面でできることっていうのがあるから、うん、そっちからも変えていかんと難しいのかなとは思ったりします。そうね、それでできないとするとすごいギャップがあるってことだよね、こっちと、うん、すごい遠い道のりな気がする。そこから変えていかないといかない、うん、いけないとすれば、まあでもそうだよね、うん、高校生とかも大学生って両面なんですか、うん、いやそれも今の話だけど、実は今年の徳島のインカレが松ヤニでやると、うん、いうことになってたから、まあ、それだけじゃなくて、うん、まあ僕は個人的には松ヤニで練習した方があのボールの扱い方とか個人技術も伸びるからいいと思って大学に言って松江で練習させてくださいと。で今松江でずっと練習してるんだけど、うん、まあ、試合前とかはねやっぱ大学の学生リーグ両面だから両面でやったりするけど、でもそしたらやっぱりねなんかプレー変わったりするよね。片手でボール持ったりとか両面に変わったからって言って普段やっぱり松江で練習してるとすごくこうプレーは変わってきてるかなって思う。だけども、うん、結局インカレは両面みたい。諸事情っていろいろあってね、うん、日本から両面なくなればいいのに。逆にね、ゴミが世界から松ヤニをなくそうって話になってる。うん、でもそれは現実的ではないと思うんですけど、そうすると、そうすると技術の進化が止まってしまうと私は思っているんですけど、どうも。そのテクノロジーが行くかどうかだよね、そこまで。ボールのってことですよね、ボールがフィットしてくるっていうこと。そうそうそう、できたんでしょ、でも。できてはないのか、まだ。まだできてはない。中から何しみたりするわけ。え？しみ豆腐みたいな、なんかこう、グリップしたらしみ出てくるみたいな。いや、わかんない。想像できない。でも、松ヤニは、松ヤニっていうか、あの、ボールを掴むっていうことは大事だから、うん、すぐにはなくならないと思うけどね。うん。うん、どんなボールなんだろうね。そうですね。想像できた。中から染み出てくるんじゃない、やっぱ。中から染み出てきたら結局同じだろう、だから。いかにも全部違うじゃん。いや、あの、空気入れるさ、穴があるじゃん、空気入れの穴が。あそこに試合前に、こう、入れとく。何ミリとか。で、染み出てくるっていう。それ、ハーフタイムにもう一回、追加あ、希望があればね。希望があるよ、ほんとに、たぶん。でも、確かに、あの、こっちで試合すると、あ、ボールが床転がらないぐらい松屋につけてやるときあるじゃないですか。そういうボールでやるのと、まあ、両面でこうスベスベなボールでやるのとまた全然感覚が違いますもんね、やっぱ。確かにさ、あんな松屋にベッタベタついてたらスピンとかもやりやすいし、片手キャッチも全然やりやすいけど、両面でスピンとかできるのかなって思うとできないなと思いますもん。で、ちょっとさ、でもさ、話変わるけどちょっと聞きたいのは、日本リーグのチームの人にも、あの松ヤニがボールに付着してくるじゃない、使ってたら、うん、やっぱちょっとゴミみたいなのがつけばつくほどやっぱり手の中で回転するなっていうふうに思うわけ。やっぱパサーとかしてての練習のやっぱなんかちょっと滑るっていうか、どうやってこの松ヤニ落としてんのかなと、ボールの。あの、かえ、日本にいた時はベンジンとかで落としてたんですよ。あ、ベンジン。でも、こっち切ったら、その松ヤニのゴミを
なんか、なんていう、練り消しみたいな、消しゴムの家族を集めてこう作ったりしてたじゃないですか。なんかあれを松ヤニのゴミでやるみたいな。で、これぐらいの、なんか松ヤニの塊ができて、それで、こうボールをこう、にちゃってこうやって取っていくんですよ。ボールとボールをくっつけるの？ボールと、その松ヤニのゴミの塊みたいな。そう、練り消しみたいな。うん、わかる。やつを、こうやって、ギュッてつけて、ビリッてやったら、こっちにつくみたいな。ゴミがついて、取れていくみたいな。感じのメンテナンスを、なんか、一人一人マイボールがあって、それ自分でしないといけなくて、やるんですけど。だからそれをこうやると、どんどんボールがなんか使いやすくなってくるって感じです。おぉ、馴染むと。そう、なんか柔らかくなってくっていうか、すごい。あれ、マジ、完全クリーニングしたら、超新球みたいに綺麗になる。メカルさんのチームどうでした？ハンガリーのチーム。ハンガリーのチームもみんなこうやって剥がしてたよ。これですよ。うん、そうですよね。爪？じゃ、爪じゃない。説明しづらいね。松ヤニのカスの塊をボールの松ヤニに引っ掛けて、ボールについてる松ヤニをこうベリッと剥がす感じ。いや、それは分かったんだけど、そのカスの集まりは最初のやつ売ってんの？カスの集まり。違う。自分で作る。最初からこうやってちょんポンポンって作っていくんだって。こうやってボールについて。爪で？指で？指で。あ、じゃあ道具は使わないってことだ。そう。松屋にまた落としていくみたいな。私最初テーピング用のホワイトあるじゃないですか。あ。テーピング用のホワイトをこうやってペタン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 って。ああ。最初はそれでやって、その後は今のリツさんと一緒で塊ができてたらそこにこう。ぴょん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 。あれいいよね。リツさん？私結構好きなんだけど。テレビ見ながらとかでもできますもんね。ストレッチしながらするけど、いつも練習前に。一球何分かかるわけ？まあ汚れ具合によると思うけど。汚れ具合によるし、まあいつでもできることだから、普通に、まあ練習前に汚れてる。て使いにくいなと思ったらやったりとか、うん、若い子がしれっとやってくれてたりとかって感じです。やろうかな。なんでこの話になったんですか？ボールの松屋にの話。ああそうそうそう。え、滑るからか。でもちょっと違うかも。その松屋にの種類がちょっと違うじゃないですか。だから、日本のあの松ヤニでできるかはちょっとわかんない。全然余裕？舞ちゃん、普通にできる？こうやってピピピピって。いやー、でも、結構自分の指の皮が剥がれたりしてた。なんかすごい押さえないと取れなかったり。そうだよね。こうギューってやらんと取れんかったりするから、うん、すごい嫌な仕事でした。私的には。え、海外の松ヤニと日本の松ヤニって全然違うんですか？その、なんていうの？全然。付き具合も違う。全然違う。何使ってる松ヤニ？何？モルテンでしょ、大体。モルテンですね。ハンガリーは？セレクト。うち、ケンパなの今。へぇ、ケンパの松ヤニめっちゃいいよ。マジで？私、セレクトの松ヤニですでにいいよ、めっちゃ。セレクトでも結構、はい、くっつくじゃん。うん。だけど、ケンパ、もっとくっつくから。へぇ、ちょっとでいい。ほんとに、ピッてやって、ピッてやって、もう両手でこうやってやったらもう大丈夫。セレクトって手汗かく人分離しない？セレクト
トにも2つ種類あるじゃないですか。硬いやつと柔らかいやつ。柔らかいやつは結構いいですよ。それ黒い方。ああ、何色かな。緑とかじゃなかったかな。わかんない。忘れた。ケンパの松屋にちょっと試してみて、ケンパの松屋。マジいいから。買っておくろっか、ケンパの松屋に。向こう側大学へ、ぜひ。向こう側大学へ。3倍、3倍ぐらいの値段。またお金の。松木さんのポケットマネーで。いやいやいや、もうそんなもう、ダメですよ。あの、熊本の、あれ、松屋に落としだっけ？ああ。松屋あれリムーバー、すげえいい。リムーバー。あれ、すごいいい。あれ、すごいいい匂いするし。いい？あれ、いいっす。いや、あれ、いいですよね。あれ、うちの子たち気に入っちゃって、あれやってる。一回、関西学連にサンプルが来て、松屋で練習してるチーム、こう、持ってきて。持って行ってくださいって言って、すごくそれでハマっちゃった。え？石田って、だから石田って喋んないと画面変わんないから。嘘。喋りながらやって、それ。これです。このリムーバーです。そう、それ。かわいい。オレンジの匂いしますよね。あ、でもインパルも松屋に落とし出したんでした。あやべ。あら。だから僕はこれに対しては何も発言しなかった。いや、どうしよう。徹底してる。インパルのマツヤニクリーナーも使ってください。メカラさん、あれ使ったことあります？使ったことない。そう。私も使ったことないです。でも評判はいいらしいよ。結構売れてるらしいよ。インパルの松屋に来る。本当に？使ってください。うん、インパル。インパルのあの、なんかいました？さっきのシャツも売ってんの？このシャツですか？違う。それもかっこいいんだけど、もう一個のやつ。これは、違います。日本代表の、が、ビムーバーさんの提供を受けてたんで、代表として。で、その時に、作っていただいた、予選の前に作っていただいた T シャツなんですけど。あ、じゃあ使ってたんだ。はい、使ってました。よかった？うん、なんか普通のクリーナーって、あ、なんかけなすわけじゃないんですけど、こう。ダメだこれ。使った後に、なんかこう、ぬるぬるするじゃないですか。でも、まあ、ぬるぬるしなくて、すっきり落ちるから、好きでした。こっちでも、なんか普通のベビーオイルとか使って落とすんですけど。普通の、本当に普通の、ジョンソン&ジョンソンとかのベビーオイルで、こうやって落としたりする。何でもいいんだと思って。あ、そんなこと言ったらダメですね。インパルか、リムーバーで。もうこれ以上喋らんとくわ。大変だ。うちもインパルさん。イエーイ。え、もう。ブラックブルズの。スポンサー？いや、スポンサー契約まではしてないんですけど、ウェアを一式全部インパルさんで揃えてもらうっていうことになってて、ユニフォームも
この度新調しまして、あの、選手がデザイン考えて、みんなでこう絵描いて、こなしてくださいって西田さんに頼んで、作ってもらいました。まだ届いてはないんですけど。強くなったよな、きっと絶対。楽しみ。やばいっすよ。やばいっすよ。めっちゃかっこいいっすよ。どうせできたら Facebook でアップするんでしょ。もう速攻、速攻載せます。楽しみ。あとあの、さっき言ってたユニフォームレプリカとかも作る予定だし。それいいよね。それ本当にいいよね。そうなんですよ。なんか、盛り上がってほしいなと思って。うん。オムロンも作ったらいいのに。あ、何も言わんとこは。でも企業、難しいとこありますよね。企業か、クラブチームかでまたちょっとあれですよね。そうね。でも、オムロンはずっと、あの、さっき言ってた、選手票パンフレットうん、毎年作ってるし、そのホーム戦だけのパンフレットも作るし、ファン感謝祭もやってるし、すごい、そのハンドボールにかけてもらってる、あの、パワーはすごいものがあるなと感じて いるけど。あと、あれもすごいです。あの、ホームページで、ちゃんと毎日みんなが日記書くじゃないですか。もうん。あれ、いい、すごいですよね。あれ、見たりする?たまに。見ますよ。あれ、でも、あれでも、書いてたら、自分も楽しくなってくるから。うん。でも、私は好きだった。うんうんうん。3週間に1回ぐらいだけど。そうそう。あの、ファンの方からの、そのメッセージ送れるページもあるんだけど、うん、それすっごいパワーもらうからぜひ送ってください皆さん。あ、そう、話全然違うんだけど、メカル、あの、一応事務所に所属してるスポーツ芸人っていうところに所属して面倒見てもらってるんだけど、事務所にねファンレターが届いたの。すごい。すごくない？このポジションだよ。ブログにコメントとかじゃなくて、事務所にファンレターが届いたの、手紙で。手紙って嬉しい。しかも英語。英語、すごくない?うん。中学生がなぜか英語で送ってきた。日本人で、なのに?日本人。カフかなんかって思われてるんじゃないですか、顔濃いから。いや、日本語上手なハンガリー人じゃねえから。まあ、あるんだけど。しかも、どこの子だと思う?英語でしょ?スペイン。違う。日本の子なんだけど。日本か。ああ。あれ、神奈川。岐阜じゃない、岐阜。岐阜。島根、ね。え、島根、鳥取だっけ？え、それ大事じゃない？それ今のダメだぞ。ダメ。どっちだっけ？いや、ハンドボールが盛んじゃないのに。うん。島根。何のつながりですか？あ、知らない。見てくれたんじゃない？いろいろと。なんか講習会したことあるとか。したことない、島根でしたことない。へぇ、なんかでも、ニコルさんなんかいろいろ出てるじゃないですか、なんだっけ、なんかテレビ、まあ、テレビとか雑誌とかネットとかで見たんじゃない。うん、もうそういうのすごいなと思って、頑張ろうと思った、マジで。かっこいいね。すごい。うん、まあ、あの、もう、あ、閲覧者数がだんだん減ってきたから、もうそろそろ終わろう。もう2時間ぐらい喋ってるじゃん。結局、あの頃語ってないけど。あの頃か、なんかあの頃語りたかったの?何を言いたかったの、松木は。え?あの頃語りたかったんだけど、
大学生の頃を語りたかったんですか。大学生の時、メカルさんが一人で朝練してた話を語りたかったんでしょ。それに何回か巻き込まれた。田口、え、今となってはいい思い出だろ。いやもう本当に朝からメカルさんとご一緒できて最高でした。あ、メカルのシュートを受けられる大学生なんかなかなかいないんだ。確かによかったな。だってさ、別に私なんか多分キグコになんか物を気に入っただけみたいな感じで自転車で行ったら、ちょっとゴール立ってみたいな感じで言われてなんか、あ、はい、入りますって言って入って、どう今のシュート曲がったでしょみたいなこと言われて、うん、うん、曲がった、はい、みたいな。パワーハラスメントじゃないそれ。断れよ。本当にパワハラや。断れ断れ。あの時パワハラって言葉なかったんだよ。なかった。ぶっちゃけそんなに嫌じゃなかったっていう。どうやろ断るやつには言わないんだよ。あ、なるほど、うん、断るやつには言わないよ。下地結衣のにお願いはしないもん、絶対。あ、あの田口とか徳久ぐらいだったらちょっと入っとけって言うけど。どっちも一緒やん。誰が一緒やん、ね、どっちも同じ顔してる。同じ顔してる。いや懐かしい、このネタ。元気かな、ワクワクさん。大丈夫、もう父ちゃんだからな、いつも。そうなんだ。あ、そうなの。あいつ結婚して子供いるよね。同級生じゃなかった、舞ちゃん。え、舞ちゃん同級生じゃなかったっけ。同級生、同級生なのに知らないの。知らない。知ってるかな、忘れ、うんうん。すごいね、だいぶ前に質問が来てたんだけど、うん、高校でキーパーやってるんですが、練習でフィールドやるのはどう思いますかって。高校ですか。うん。キーパーやってるんだけど、練習でフィールドやるのはどう思いますかって。やんなくていいと思う。ね？いや。やらなくていい。やったほうがいい。いや、はい、メカルもやったほうがいい。やってた。やってた。あの頃を語ろうではやってたじゃん。え？大学の時に5人キーパーがいた時期があって、うん、大西先生が、もう5人は多いから1人は毎日日替わりでコートプレイヤーだって言って、で、コートプレイヤー。コートプレイやらされてた、毎回、一人、順番で。マジで？科目で。そんな時あった。へぇー。だから、キーパーは、シュートを打つっていうか、フィールドプレイヤーやるのも、うん、悪いことじゃないと思う、怪我さえしなければ。毎日はしなくていい。毎日はしなくていいけど、たまにやるぐらいで、やるんだったらいいと思う。うん。でも、あとね、オフェンスの仕組みを分かることでさ、予測的にキーピングの動作を取れるようになるくない？あ、うん、それはある。ある。だから、それはすごい大事だと思う。その、オフェンス側の気持ちを知るみたいな。うんうんうん。そう、そう。それ、でも、それは毎日やらんでも、感覚として持ってればいいから、たまにでいいと思う。あと、たまにディフェンスの気持ちも分かって、もうそんな怒らんでよって感じ、キーパーで。あ、確かに、それはそうですね。やってみないと分かんないかも。あと、はい、いいですか、次。両サイドシュートがとにかく苦手で止められません、どうすればよいでしょうか。はい、田口。私も苦手。私も苦手です。
終わったじゃねえかよ、この質問。サイドシュートか。とにかく予測かな。自分が苦手と思ってるなら、どうにかして、自分の好きなとこに打たせれるようにするですけど、そのためにはシュートが来るっていう予測がないとできないから、とにかく苦手なものに対しては早く準備をするかな。早く準備っていつやん。早く、例えばサイドにパスが入る瞬間をなるべく早く察知する。だから、例えば流れで、ボールの流れがセンター4号サイドっていう流れだったとして、そのセンターがパスして、4号が持った瞬間にシュートがないって思ったら、サイドかもって思うじゃないですか。それを早く察知する。で、その早く準備するの、準備って何ですか？早く準備をするのは、その子の身長とかにもよりますけど、自分がそのゴールを全部埋めれてればいいわけで、最後に。だから、その相手よりも、そのいい位置を取るっていうか、これ口で説明するの難しいですね。でも、例えば、かもったりするじゃないですか。近目開けたり、遠目開けたり。それどっちでもいいんですけど、それが自分で明確になってれば、どっちでもいいから、それを相手より早くする。で、分かった。打たせを決めとけば、そんなに困らなくて済みます。こんなんでいいですか？そういうことでいいか。だから、まとめると、サイドにボールが渡るのを早く察知するっていうのと、自分が打たしたい方向を決めといて、決めはするんだけど、最終的にそこを打たしてそこを取るような準備というか仕掛けを早くするってことね。あとは自分がどこに立ってるかちゃんと分かってないとダメです。感覚としてね。そう。という感覚は口で言っても分かんないから、何回もやって覚えていくしかないですね。そう。で、その、同じチームのサイドのシュートを打ってもらってる子に、今、近め、ボール1個分空いてた、2個分空いてたとか聞いて、教えてもらう。うん。サイドの人にも、ちゃんと、いや、空けすぎでしょとか言ってもらった方がいい。サイドシュートに関して、まあ、キーパーなんかはさ、どうしても、専門職だから、わかんないことが多いんだけど、全部取ろうとしてダメだよ、サイドシュートは。うん。と僕は思ってて。ミドルシュート、ロングシュートに対しては、先に動いちゃダメとか、枝を見てやれとか言うんだけど、サイドシュートってのはどうしても1対1の場面で、ゴールキーパー抜けてる状態が多いから、ディフェンスを。その時に全部を取ろうと思って全部に反応してたらやっぱり難しいから、まあ、田口が言ったように、どんだけ準備を早くするか、予測の部分を早くするかっていうのと、どこを打たしてどこを取るっていうキーピングを明確にして、それに対して最終的に対応していくっていうのが僕らだと思う。あと、ゴールポストは自分の一番、いつも下、サイドシュートは。で、いつも。ゴールポストを、自分の真横とか前に置いてたらやっぱ取れないから、もうポストは絶対自分の下に置くぐらいの位置取りをした方が僕はいいと。じゃないと、角度的に厳しいんで、ここからこうやって追っかけてきた時に、ここを取るっていう、うん。っていう感じかな、サイドシュートに関しては。うん、なんかありますか？と、日本の上級コーチの松木さん、なんかありますか？いや、今日の対戦相手のキーパーが素晴らしかったですよ。キーパー天理大学の選手なんだけど、岡選手っていう選手なんだけど、4年生の163センチぐらいなんだけど、
もう多分ビデオとか見て研究してたのか、やっぱ163センチだからベーシックじゃないんだけど、でもサイドシュート相当やられましたね今日は。だからどっかで映像見れるのかな、見れないか映像見れればいいんだけど。高校どこですかその子。天津高校で、天津高校って結構シュート練習とか、はい、天津するからキーパーもいいのかなと思って。でもよくかもられてましたよ、さっきのかもるって話じゃないけど、開いてるのか開けてるのか判断できないシューターだったからね僕は。あ、開いてるって言って打ったら何ってキーパーがいつもいる感じだったから、ちょっと学習能力なかったかなって思う松木さんは真面目だからですよ。よく田中に開けてんのにあいつが分かってんだけど打っちゃって、でそれが入る時もあるんだけど、たまにあるでしょキーパー入る時も、かもっててそこ行ったんだけど入る時も、うん、その時の悔しがりよって言ったら、もうやっぱ田中とか久保とかすごかったから、それはそんな悔しがりよ。近めしか打たないじゃん松木お前いつも近め打って、近めの腰をこうとかバーンと取られてあーとか言っていつもそれじゃん他に言ったことあるのシュートじゃあ我々でもそこ行くわ、あの金のシュートは。面白い近めで、あなんか結果的にあの頃を語るようになったね松木、よかったねでもじゃあそろそろ終わりましょうか。え、あいいよ続けて。いい、もう大道の久保選手のシュートは素晴らしかったですよ。誰、久保、ああ、久保選手とはね、素晴らしかった。もうやっぱ自分が、俺ずっとコートプレイヤーやってんだけどなっていう風になるぐらい、なんかちょっとやっぱいいシュートだったよ。久保ちゃんって小学校6年生で175センチぐらいあったらしいよ。すごい。で、あの子中学校の時も大きいからフリースローとかシュート打ってたじゃんね、あの子思って。もともとシュート上手なんだよ久保。ああ、そう。もう来週から社会人選手権じゃん。もう。うん、そうですね。岐阜は出んの？出ません。あ、そうなの？うん、ブルズは出たことないですね今まで。なんで？平日開催なので、うん、お仕事がちょっと休めないとか、あとは、まあ、資金面もあるのかな。でも全日本総合も平日じゃない？そう、なんでそっちはなんとか行けるんですけど、うん、で、なんか、まあ、今回国体は出れないんですけど、まあ、国体があったり、こう、リーグで前日移動させてもらうとかってなった時の平日休みがいろいろあるので、うん、とかもろもろ大人の事情ですかね。そういうところをちょっとセーブしていかないかな、うん、もうめっちゃ出たいんですけどね、うん、楽しそうですよね。なんかソニーに外国人の人が入ったり。あの選手は、ポジションはどこなの？あ、なんか、フローターみたいですね。4-5? 多分。大きいから、すごい大きくて。歳も私と一緒ぐらい。ドイツ人だっけ？え？北欧じゃなかった？うん。
フランス、スペイン、ノルウェーじゃん。ノルウェー。嘘だ。本当？ちょっとわかんない。気になるな。で、あとあの、大阪ラビッツさん。うん。が出たりとか。うん。ちょっと、楽しそうですよね。ミネコ先輩が。うん、すごい、また選手ですよね。すごい。すごすぎる。ねえ。伝説すぎるよね。伝説すぎます。またシュートを受け入れると思ったら光栄です、本当に。やっぱうまい？うまいっていうか、うん。なんかやられて嬉しくなっちゃう感じ。リトアニアだって、リトアニア出身でドイツでやってたんだって。あ、そうなんだ。これあれじゃない？エミさんがやってたとこ？ツイビッカウ？ツイビッカウ。あなんかその人、お仕事もちゃんとしたいって言って、見えて、あれなんですよね。なんか、本当になんか、契約は知らないですけど、まるまるプロじゃないみたいな感じでしたよ。日本語でも喋れないでしょ？うん。でも勉強すごい熱心にやってるっての、なんか、ツイッター載ってましたよ。でも、そうやって海外の人いっぱい来てくれたら、またそれはそれで、楽しいですけどね。いいね。本当にいいね。うん、ハンガリー人も誰か送り込もうか。そう、日本人が行くより来てくれたら、ちょっと、また、ありがたいですよね。そうだよね。誰か海外に触れられるからいいと思う。一人、一人すごい仲いい選手で、日本語が、日本が好きな選手がいて、絶対日本行った方がいいよって移籍考えてた時に言ったんだけど、結局ドイツに行ったわ。ああ。そうね。うちのチームに2メーター6センチのロシア人がいるんだけど、取らないかな、どこかチーム。なんか、めっちゃ日本行きたいって言ってるけど。そうなんだ。バックプレイヤー。バックプレイヤー。いいんじゃない。まあ、ディフェンスとバックプレイヤー。男子合成に入りましたよね、一人。うん。ベンジンが入った。ね。うん。元代表なんですよね。誰かわかんないんですけど。代表って言っても、5試合ぐらいしか出てないじゃん。7試合だっけ？わかんない。1回のチャンピオンシップしか入ってない。そろそろ大丈夫ですか？もう11時で。そうそうそう。日本はもうあれだから。もういいですかね？言いたいことないですか？まあ、また来週以降も時間があったらやりたいと思うので、皆さんどうぞよろしくお付き合いください。はい、言いたことない皆さん、いいですか？向こう上大丈夫？大丈夫。リツは大丈夫？はい、元気です。元気に頑張ります。ブラックブルーズは？いいの？ブラックブルーズ1個だけ告知してもいいですか？はい。あの、日本リーグのあれなんですけど、これを、ホーム戦のポスターを作りました。見えるかな？日本リーグ9月の11日から開幕するんですけど、ブルーズのホーム戦はその翌週の17日から、7回ホーム戦があるので、岐阜も含めて応援をよろしくお願いします。あ、頑張って。はい。それでも多く。いろいろグッズも作成したので、なんか卓上カレンダーとか、あのタオルとか、応援 T シャツとかもいろいろ今年から
作ることになったので、そちらも合わせてよろしくお願いします。はい。頑張って、アイクラブチーム。はい、ありがとうございます。あ、メガラッチのアスリートエールも、充実させていくからね。長谷川農場のお米買ってんの。私買おうかな。大丈夫。米どころなのに。ハンガリーまで送ってくれるかな、長谷川農場。いやー、そしたら、ハンガリーはないな。ないんかい。ないな、ハンガリーに送料。送料だけで、送料だけで半端ねえからな。ということで、今日は終わりましょうかね。もう2時間10何分。結構今日見てくださいましたよ、たくさん。60人くらいいてね、今48人、50人くらい。すごい。ずっとなんかそんな結構大人数見てて、なんかすいません、なんかダラダラと取り留めもない話して。松木のあの頃を語ろうが言えてよかったです。感想も聞きたいですよね。ああ、聞きたい。ぜひ、Facebook とか Twitter に載せてくれたら嬉しいです。感想をメッカさんに送ってくださいとしたら、オフトークで話しときます。質問とかもあるので、ね、またね、載せてくれたらと思いますけどね。ということで、今日は終わりましょう。皆さん、お疲れ様でした。今週も頑張ってね。バイバーイ。